はようございます。今日は休日の1日密着を撮っていこうと思います。朝ジムに行ってシャワー浴びて帰ってきたところです。今日は実は年末なんですけど、大晦日暇なので仕事もないし、みんなどっか行っちゃったし、やることがあんまりないので、そんな私のロサンゼルスぼっち大晦日密着です。これからラージマンビレッジにあるファーマーズマーケット行ってみようかなと思ってて、混んでないといいんだけど、ファーマーズマーケット好きだからラージマンビレッジの行ったことないし行ってみようと思ってるのと、あと夕方は今の近くに映画館があるんですけど、ジブリ映画、最新のジブリ映画を見に行こうと思います。もっと家から近い映画館たくさんあって、そこでも一応上映してるんだけど、そこで上映されてるジブリ映画って大体英語の吹き替えなんですね。日本語のままがいい、英語は字幕でいいやと思う私からすると、日本語のジブリ映画探すの結構大変だったんですよ。でも今日のとある時間帯ならあるっていうことで、それを見に行きます。 Boy and the Heron かな、レビュー見てると好評っぽいので、それも楽しみです。というわけで、なんやかんやと一人でも楽しそうな一日が待ってるんですけど、これから少しお支度してラージマンビレッジのファーマーズマーケットに行ってこようと思います。あと夜は年越しそば作んないとね。着きました。ここに来るのは初めてなので、どんなものが売ってるのか見てみます。日曜日はやっぱ混んでるね。オーガニックの野菜とか蜂蜜だ、食べ物系、みんな試食してるけど私勇気ないわ。ここのマーケットといえばハンドメイド、オーガニック、体にいい、環境にいいけどちょっと高いなんだよね。これも卵だ、ファームフレッシュエッグだって。これは手作りパイだ、手作りのお菓子売ってる。でここはメキシコ料理のタマリスだね、その場で作ってくれてる、お祭りみたい、素敵。お花も売ってる。そういえばハリウッドファーマーズマーケットでも去年動画撮ったんだけど、こんな感じでお花とか売ってたな。ここはハリウッドより規模小さめなので、そんなに店舗はないです。このネットの意味は何でしょう、虫除け。普通に中にも入れるんだけど、虫、普通に考えて高いよね。玉ねぎ 450g で300円ぐらい、やば。このベリーたちもよく他のマーケットで見かけるんだけど、この3つの箱に入ってきてカスタマイズできます。この3つで2000円近くするからなかなか高級。全部自家製のキノコだって、すごい綺麗。こちらもパン屋さん。こういうところは電子マネーが基本で、ベンモとかカードで払えます。意外と現金ない。あと一応犬禁止らしいけど、5人に1人は犬連れてきてるぐらいの、みんなルール破りまくりです。みんな優しくて、試食はいかがって聞かれるんですけど、洗ってないフルーツの試食私したくないって感じ。ごめん、潔癖症まではいかないけど、だから試食はあんまりしないようです。剥いてあるフルーツだったらまだいいけど、ベリーとかそのまま食べるのはうーって思っちゃう。パン美味しそうだけど一人では食べきれないしな。こんな人参見たことない、個性的ね、面白い。もう一回このパスタのところに戻りました。よく見るとレストランでしかないような面白い形のパスタがある。楽しくなりそうな調味料やらパスタやら、このオイルとかもきっと使うとワンランク上がるんだろうね、自家製パスタ。ちょっと混んできてカオスになりかけたので出ました。それだけ駐車場の一角をファーマーズマーケットにした感じ。でもここのラージマンビレッジは他にもお店がいっぱい並んでて、やっぱりラージマンといえばのニューヨーク発祥のクッキー屋さん、レビアンベーカリーに行こうと思います。これはロサンゼルスカフェ動画紹介の時にも行ったんだけど、クッキーが本当に大きくて人気で、正直クッキーより私はマフィンの方が美味しかったなって思ったのね。激甘よりかはふわさく派だから、だから何か記念に買って帰ります。結構並んでるけどまだマシな方だよね。美味しそう。焼いてる、大きいオーブン、すごい。欲張っていろいろ買っちゃいました。見て今の行列、お店の外まで出ちゃってる。普段は
もっと混んでて、ここから隣のこの銀行の方まで並んでるんですけど、今日はちょっと早く行ったのでラッキーでした。店内で私は並んだだけ。この辺はカフェやちょっとした洋服屋さん、雑貨屋さんも多いんだけど、あんまりないんだよね、種類が。そして狭いから歩きにくい。それが一番大変。駐車するのも車がすぐ渋滞するから大変なんだけど、遊びに来るには安全で、夜でも遊べる比較的安心安全なエリアです。あんまりないんだよね、そういうエリアって。この辺とかかわいい。何このピンクの、お菓子屋さんだ。でここの Salt and Straw は人気のアイスクリーム屋さんでよく来ます。ここの Great White はまた前回ブランチで来ました。これは日本食屋さん、居酒屋って書いてあるけど、居酒屋寿司の菊寿司みたい。ここは来たことないけど一回来てみたい。ノアズベーグル、ベーグル屋さんみたいですね。ただどこ行っても混んでるし、筋トレで疲れてるので帰ります。帰宅しました。カオスだった、いろいろ。今から購入品紹介。いやー、思ったより買っちゃって、冷静にあれはまあまあだった、これは買う価値あるなって考えてても、その場で綺麗なキラキラに輝くペーストリーを見ると、はぁ、これもあれもこれもあれもってなっちゃうクリスマスぼっちだし、年末ぼっちだし、おせちも何もないし、まあこれぐらいいいよねってことで、マフィンやら何やら買ってきました。おまけなのか知らないけど、2つこれついてきた。チョコレートブリオッシュ、チョコずっしりのパン的なものを2つ入ってるので、計算しても私1個分しか絶対払ってないと思うんだけど、ありがとうな。あとは前回友達が買って美味しかったダブルチョコチップクッキー、もうこれはトリュフ、ブラウニー並みに重いし、意外とね甘くなかったから、これはいけたと思って買いました。クッキーよりマフィンとか言ってたけど、まあ、クッキーも美味しいからクッキーも買っちゃった。濃厚だから4日ぐらいに分けて、4分の1ぐらいに分けて食べようと思います。私が一番好きだった一押しのブルーベリーマフィン、これも結構砂糖がっちりついてるね。こう見たらブルーベリーがゴロゴロ入ってて、うん、美味しい、だから買っちゃった。今さっき一回も食べたことないこのブリオッシュだけオーブントースターで加熱してみました。美味しそう。外は砂糖が降りかかってるようで、なんかこんなにぎっしり入ってると思わなかった。いただきます。うん、これ2本もあるのか、あんま。もうちょっとパンみたいな感じかと思ったけど全然違う。美味しいけど、このサイズでちょうどいい。ようこそキッチンへ。今日の献立は鶏ひき肉を使った豆腐つくねです。私のお気に入りレシピ。これは作り置きもできるし、次の日お弁当に持ってったり、簡単で健康で作り置きにも便利だからよく作ってます。なんなら週1ぐらい。まずボウルにみじん切りにした玉ねぎちょびっとと、鶏ひき肉 250g、 豆腐 200g、 そして生姜チューブも入れます。足りないかも。生姜っぽい味はそんなにしないんだけど、ちょっと香るくらいだから好きです。片栗粉も入れた方が形になりやすいので、大さじ3杯ぐらい。そして最後に料理酒をちょびっと入れます。大さじ1杯ぐらいかな。鶏ひき肉とお豆腐って安いから節約ご飯にもあるし、作り方も簡単だし味も美味しいから超好き。ここできました。3食分ぐらいです。味付けは醤油、これぐらい、料理酒、みりん、お砂糖またはなかんとです。スプーン半分ぐらいかな。完成。美味しそう。今日のお昼ご飯兼朝ご飯です。豆腐つくねとブロッコリーにピンクソルトかけました。あとはご飯にのり玉。ふわとろね、美味しい。豆腐つくね、ぜひ皆さんも作ってみてね。植物性タンパク質と動物性タンパク質が入っていて体にもいいよ。シティウォークに来ました。これはドジャースのお店。奥の方に映画館があるので映画館に行きます。年末の終わりにはそんなに混んでなかった。これからかな、夕方夜は混みそう。映画君たちはどう見る、見るかじゃない、生きるか見てきました。すごかった、迫力が。もう絵が綺麗だし、構成ちょっと理解するのに時間がかかりそうなんだけど、後でお家でゆっくり調べてどういうお話だったか改めてチェックしようと思いますが、念願のジブリ映画見れてよかったです。
帰ってきて年越しそば作ってます。ゆでゆで時間完成です。部屋暗いから照明つけたけど、これは一応のど越しの私の大好きなそばで、サイドメニューは一晩料理酒みりん醤油に浸しておいた鶏もも肉です。あとキャベツ。去年もそういえば一人年越しやってたな。ただバイト入れてたと思うからお蕎麦とかゆっくり食べてなかった記憶。もう今週は昨日まで6日連続ずっと働きっぱなしなので、結構ゆるゆるなのんびりしようっていう休日でした。だからあんまり活発的にあちこち動いてないけど、それでもいろいろ楽しめた一日ではないでしょうか。ではいただきます。うん、うんふん。すすりたくなるけど私すすれないっていう現実を認めたくないのか、毎回やるたび失敗します。うんうんうん、そば大好き。リクエストにお答えできればいいなと思い、今日はぜひ最後までご覧くださいっていう動画編集やってるんですけども、今日の大晦日お出かけいろいろアクティビティがこれで終了です。以上で本日はカリの休日密着、大晦日で誰もいなくて暇暇すぎる編でした。最後までご視聴ありがとうございます。2024年はいい年になりますように。年女だからね。ではまた、バイバーイ。